中年のご夫婦が友人の工芸作家に誘われてね、その方の福島県にある工房に車で出かけたわけだ。ところが予定を随分過ぎてもね、まだ着かない、だいぶ遅れて、もう少しでもってその目的地。季節はもう秋も深まって11月、時刻はというともう6時を回ってる。本来でしたらば紅葉で綺麗なんでしょうがね、辺り真っ暗、何にも見えないな。ちょうど茨城県から福島県へ抜ける山あいの道、街路灯もなく暗い道を車だけがブーッと走ってる。ヘッドライトが前方を照らしてる。そのうちに細かな雨が降り出してきた。もうもやが出てきた。しばらく行くとね、奥さんが、あら、あれ人かなって言った。もやの中前方に影がポツンと見える。こんな時間にこんなとこに人がいる、おかしいよな、なんだろう。旦那さんもそう思ってた。と少し経つと奥さんが、ああ、あれ違った、あれバス停だって言った。車ずっと走ってって、やがてその辺りをスーッと通り過ぎた。ひょいっ見るとそこに古いバス停の標識がポーン立ってる。あ、本当にバス停あったんだね。で奥さんが、ねえ、こんなとこバス通るのって言うの。どうだろうな、人は見かけないし人家はないし、こんなとこ通るのかなって言いながら話をしているうちに、車はやがて平地に出たわけだ。街路灯もある、向こうに人家がちらちら見えてきた。で走ってって工房へ着いた。どうも待ちくれた友人が出てきてね、おい、お前、待ちくたびれちゃったよ、参っちゃったよ、どうしたんだ、早く上がれよ。座敷へ上がって食事をしながらね、一杯始まったわけだ。あれやこれやおしゃべりしてるうちに、おい、来るときな、あの山あいの道でもってバス停の標識が立ってたけど、あんなとこ前バス通んのかい、言ったら友人が、うん、はあ、はあ、はあ、あそこな、昔病院があったんだよ。で近くにな、その職員の宿舎ってのがあってな、でちょっと離れて何の施設か知らないけど病院の施設があって、随分入院患者もいたんだよ。でその職員だとか医者だとか、まあ見舞いの人を乗せるためのな、駅からの送迎バスが出てな、あれそのためのバス停なんだ。へえ、いやもっともな、もう病院は遠の昔に移転しちゃって、でその施設の方も取り壊されてな、建物は全くないんだけどさ。そうか、へえ、バス停だけはまだ残ってるんだって言った。一泊して翌日、まあ、工房でもって作品を見せてもらったりしながら、あとはね、色づいた綺麗な山やその川を適当に散策して、で楽しんだ。さて帰ろうという段になってね、早く帰ってもな、街中でもって渋滞に巻き込まれちゃ嫌だから、うん、もっとゆっくり帰ろうや、楽しんだ。夜の8時頃、工房を後にしてずーっと車で行ったん。やがて車はね、福島県から茨城県へ抜けるちょうど山あいの道に差し掛かったけど、奥さんが、この辺だったわねって言うんで、おお、そうだな、と霧が出てきた。車は相変わらずずーっと走ってる。奥さんが、あ、あった、うん、見ると綺麗な中なんかポツンと立ってる、うん、って言ってるうちの奥さんが、あれ、あれ人みたい、うん、見ると影がこう動いてる。車がだんだん近づいてったら、どうもそれ女の人らしいんだ。おい、こんな時間にこんなとこでもって、女が一人、それも明かりも持たないで、おかしいよな、なんか妙に思った。どうもそのバス停のところで立ってる。あれバス待ってんのかしらね、いや、んなこと言ったってこんなとこバス通んないだろう、何か事情でもあるんじゃないかな、場合によったら乗せてやるかって。奥さんもそうねって言いながら車がブーッとしてた。ヘッドライトの明かりがその女の人をふーっと照らし始めた。と向こうも気がついたんでしょうね、ふーっとこっちを向いて片手を上げてね、近づいてきた。車ゆっくりスピードを落としていった。だんだん近づいてる。女が向こうから出てきた。これがザンバラの髪なんだな。もう秋も深まって11月というのに、着ているものというとね、
病院の入院患者が着るような薄い寝巻き。はてーと思いながらずーっと行った。やがて車が止まる。向こうからその女がだんだん近づいてくる。奥さんが手伸ばして後ろのドアのロックを上げようとしたと、ん？旦那が言った。え？と思った。うわっ、小さな締め上げたんで奥さんもひょいっと見た瞬間にギャー締め上げた。全身がまるで骸骨のようにやさこそーったその女、老婆なんだか若いんだかわからない、ドクロのような顔をして目がぐーっと落ち込んでる。その目がザンパラの髪からじーっとこっちを見ながら近づいてきて、くっ、苦悩を取って掴んでガタガタッとガタガタッと擦り始めたんで、うわっと思って二人逃げようとしたと、運転席の窓のとこギューッと来てね、窓ガラスに顔をひたっつけて中の鳥をじーっと眺めながら、ちくしょう、もう奥さん触れたっきり、どんな夢中でもったアクセルブーッと言うた、離れない、ついてくる、もっとフーッと言った、ハッといなかった、よかったと思って、ほい、バックミラー見たら、後から追ってきてる、うわーと思って、グーッと車がブーンと、ほいっと、まだ追ってきてる、うわー、もう無我夢中ですよ、アクセルガーッと、キャーしばらく行って、ひょっと見ると、もうミラーに映ってない、車のスピード落として、いやー恐ろしかったな、とんでもねえな、おいおい、あれな、人間なんかじゃないぞ、あれ幽霊か化け物だな。車に近づいてきた時にヘッドライトにな、体が透けたんだよ。それにあんなに速く走れる人間なんかいないだろう。いやー怖かったな、危うく乗せるとこだったよ。いや、いや本当に乗せなくてよかったなって、奥さんがうんってうなずいたと笑い声がする。え、なんだと思ってると後ろの座席からもう乗ってるよって声がした。